西日本旅客鉄道福岡支社西日本旅客鉄道福岡支社は福岡県福岡市博多区博多駅中央街一番一号にある西日本旅客鉄道の支社の一つである新幹線鉄道事業本部の下部組織にあたり九州内における広報並びに地元との調整を図る1988年10月の 組織体制見直しに伴って、新幹線運行本部の業務を、並行在来線管轄各支社へ関するにあたり、該当する支社が存在しない、九州内の業務を引き継ぐために設立された。当初は、博多総合車両所などの九州内の新幹線現業機関を管轄していたほか、山陽新幹線小倉駅、博多駅、博多南線博多南駅の運転や設備管理、 サービスなどの駅業務に委託していたが、2010年4月1日から JR 西日本の直営駅となったを行い、九州エリアにおける同社の対外的な窓口としての機能もになっていた。その後、2007年7月に新幹線の減業期間を一括管理する新幹線、管理本部が発足するとその地方機関という位置づけとなるが、減業期間の管理は、 同本部の直轄となったため、駅業務と広報、調整業務を中心に担うことになる。2017年6月時点では、総務企画課と駅支援課が置かれていたが、2018年6月に新幹線管理本部が解組され、新幹線鉄道事業本部となると、駅支援課も同本部の新幹線駅業務部に組み込まれた。現在は、 総務企画課のみが置かれており、九州内での広報、調整業務に特化された位置づけとなっている。ありがとうございます。